皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。これは嬉野茶でございます。この淡い黄緑、この甘さ伝わるでしょうか。で、今日は佐賀なんで、じゃん、佐賀産のアスパラガスじゃ。これをマヨラーの私としてはマヨネーズで食べるという普通のパターンですけど、そこをぐっと我慢してマヨネーズはゴンタちゃんの向こう側に置いて、ゴンちゃんおはよう。で、本庄さんのお米ですね。こんだけしか食べないかって、そんなわけないですね。冷えるからこうやってるんですけど、見てください、これ。ご覧になりますか。ああ、もうほんと、あんか。で、家にいるとネギが食い放題。ネギ、庭のネギですね。で、これチョコレートじゃないですよ。ごま豆腐。で、納豆。で、パプリカ、トマト。で、これは虎之助さんから求めたイカの塩辛。これはもう一口。高血圧になっちゃいけませんからね。葉隠れ漬け。で、古賀先輩の三つ瀬の唐辛子。これむっちゃ辛いです。むっちゃ辛い。で、今日は果物。長崎からいただいたビワとブドウですね。で、佐賀さんの目玉焼きじゃ。ということで、皆さん、良い一日をごきげんよう。ちょっと、鼻声が治らんすね。あ、最後、これ、嬉野紅茶ね。では、失礼いたします。業もいるかもわからんですね。ちょっと庭白書して神崎に行きます。ではごきげんよう。